いやー非常に残念でとても申し訳ないと思ってますね、はいまあ、力不足ですね、うん、あとは願わくはもっと大勢の方が投票に行ってくださったら少しは結果も違ったのかなという思いはありますけれども、まあ、それも皆さんの思いなんで、えー、本当に申し訳ありませんでしたせっかく小倉を応援していただいた方が大勢いらしたのにその応援に報いることができなかったことは非常に残念です。はい 関心が低いというところなんですかね投票率が低いっていうのはやっぱりねで、まあ、その辺が参議院っていうところのあり方も含めて皆さんの関心を集められなかったのかなというところとあと若い方々に選挙に行ってほしいなっていうのは思ったんですけども、えーまあ、これは皆さん方に常にあの取材で の質問されたんですけどもインターネットの選挙が投票率につながりますかってずっと言われてきたんですけども僕は毎回残念ながらつながらないと思いますよっていうふうに申し上げた、まあ、そ,その通りに残念ながらなってしまったかなっていう思いですけどただインターネットの選挙に関してはこれはもう本当にデジタルデモクラシーの第一歩が今回だと思ってるんでまあ私にとってもそのいろんな意味で勉強になったしあとはあーいい場面に 皆さんのおかげで立ち会うことができたなと思っています。はい